皆さんは日本最大種のアリといえばどんなアリを思い浮かべるでしょうか。多くの方がクロオオアリやムネアカオアリを挙げるのではないでしょうか。しかし日本には彼らと同じような立派なサイズのアリが他にも存在します。今回の主役はそんな日本最大級のアリの一つ、ニシムネアカオアリです。まずは彼らの特徴を理解し、探索の旅に出かけましょう。ニシムネアカオアリの生息地は、本州の中国地方、四国、九州、屋久島などに生息するとされています。生態や形態的特徴はムネアカオアリとほぼ同じで、ムネアカオアリの地理的変異であるという見方もあるようですが、現在のところ、両種は別々の種類とされています。両種を見分けるポイントは体の色彩です。前胸部という胸部前方の部位がムネアカオアリでは赤く、ニシムネアカオアリでは黒いという違いがあります。黒い部位が多い分、ニシムネアカオアリの方がよりシックな印象ですね。今回は、このニシムネアカオアリが生息する可能性がある森へ探索に出かけてきました。ブナの木が生い茂る自然豊かな森の中でのアリ探索、どうぞごゆっくりお楽しみください。
いかがだったでしょうか。樹林での探索の末、幸運にも西宗赤終わりに出会うことができました。このワーカーは今回の探索で最初に出会った西宗赤終わりのワーカーです。前鋸の部分がはっきりと黒い色になっていてかっこいいですね。しばらくこの蟻の美しさを堪能してからワーカーを地表に放しました。今回は日本最大種の一つ西宗赤終わりについて紹介していきました。禁煙種宗赤終わりとの違いは色彩のみ。なかなか日の目の当たらない蟻ですが、とても美しい蟻です。この蟻について知らなかった方に知ってもらえる機会になれば幸いです。では今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。